どうも、複数ドーパミンのアルカディです。今回なんですけど、ビジュアル系雑談でございますよ。まあタイトルにもある通りですね、なんと9年ぶりにあのバンドがアルバムを出すと、かつねミュージックビデオ、新曲というかね、を公開したんですよ。そのバンドがですね、アヤビエでございます。アヤビエってバンド知ってますか、皆さんで。多分このビジュアル系っていう文化の、長年ファンをやってる方であれば知ってるだろうなっていうバンドなんですけども、まあ正直な話です、かなり人気のあったバンドでございますね。オリコントップ10内とかも撮ってて、まあ見た目もすごく良くてって形で、音楽的にはやっぱりボーカルの葵さんの個性がすごいあるのと、やっぱ高い演奏力でやっぱやってたって部分がありますね。まああのなんか日記絶頂の時に、あのボーカルの葵さん以外が全員脱退するっていう形で、まあ漢字表記のアヤビエは終わってしまったんですけど、その時にそのアヤビエがですね、また5人ちゃんと集まってね、8月の24日に9年分のフルアルバムを、発表したといった形で、まあ、ミルクっていう新曲のミュージックビデオがですね、1分半ぐらいなんですけども、まあ、公開されてるんですね。で、かつ、ワンマンツアーも開催するんですね。ツアーファイナル赤坂ブリッツ。多分、あれなんですけど、兄がカラオケでなんか歌ってたんですよ、とりあえず。なんかの曲、多分、さよならだったと思うんですけど、歌ってて、ギターサウンドかっこいいなと思って、このバンド知らねえなと思って、なんか、確か、話、このバンド何って聞いたのが多分最初だったと思うんですけども、でもその時に知って、でも俺その時携帯とか持ってなかったから、なんか特に調べるツールとかなかったんで、名前ぐらいしか知らなかったんですけど、で後からその携帯とかを持つようになって調べて聞いたりとかしてて、兄に聞いたら、あ、もうやってないよみたいな、嘘みたいな感じで、そんな感じなんだってなったら今で覚えてますけど、だからこそあのこうやってまた5人集まってアヤビエをやるってことにはすごい意味があるっていうか、まあその楽曲を少しでも聴いてたら僕としては嬉しい部分がありますね。まあちょっと9年っていうこの月日かなり空いてますけども、またこうビジュアル系っていうこう文化を盛り上げてってくれる存在にはなってくれるのではないかなと大期待しております。ミルクって曲ですね、あの1分24秒しか YouTube で公開されてないんですけど、俺的にはねめちゃめちゃ、うわマジかってぐらい良かったんですよ、その子聞いただけで。てかなんかなんだろうね、ちょっとやっぱ感動を覚えたよね。やっぱなんかこう5人がさ、こう久々に揃ってこうミュージックビデオを撮ってさ、こうね演奏してるシーンこう映ってることに関して感動を覚えて、かつ曲はやっぱり、あーアヤビエやっていう感じでね、すごい良かったですね。まああれですね、Apple Music とかも配信してるんで、ちょっと気になる方はね、もしよかったらあの概要欄に、ね、あのミュージックビデオの方は貼っときますんで、あのよかったら見てみてくださいね。ネオビジュアル機を盛り上げた一つのバンドだとね、正直思ってますので。というわけでね、こんな感じで、今回は、あの、アヤビエが9年ぶりにアルバム出すよっていう、あの、動画でございました。それでは、ジャスコ。